皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、今後の教室集客には文章力が必須になる3つの理由とは、ということについてお伝えしていきたいと思います。ちょっと口がまだ回らなかった。すいません。はい。文章力が必須になる3つの理由です。はい、ですね、集客にはいろいろな複雑な要素が絡み合って、人を引きつける写真を撮るとか、いろんなテーマと切り口でお話を私しているんですけれども、特に今後以降ですね、今まであんまり文章を学んでこなかったりとか、文章どうしようっていうのをあんまり考えてこなかった人にとっても結構ですね、文章が多分おそらく大事になってくる時代に入ってきます。いわゆる新しい時代の、集客方法として、文章が教室業においてはもっと今までよりもフォーカスされるだろうというふうに私は予測しているので、今日はなぜ必須になってくる、文章力を磨くことが必須になってくるのかということについてお伝えしていきたいというふうに思います。はい、それではですね、まず先に結論からお伝えするんですけど、文章力が必須になる3つの理由を先にお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですね、オンライン化が進んだからです。はい、オンライン化が進んだらなんで文章が必要になるのってね、ちょっと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、オンライン化が進むっていうことは、今まで例えばチラシとか、口コミとか人の図でのっていう、そういう人海戦術というかオフラインが中心、例えば何かの掲示板、公民館に掲示板を貼るとか、そういったものとかで探してもらうっていうことももちろんできていたんでしょうけれども、状況によってはもう対面ができなくなっちゃうっていうのが、本当にその世の中の状況によってよくわからないっていう、自分で予定が立てられないっていう状況になると、基本オンラインで、ベースを組んでおいて、そして対面ができるような時にはタイミング入れていくっていうやり方に一旦シフトする方が、安定的に収入を得ていくことができる一つの要因になってくるんですね。ですから、そのオンラインが進むということは、入り口もウェブが入り口になる可能性が高いですね。そうするとウェブが入り口っていうことは、その文章とか写真とかもそうなんですけれども、中身を確認するために、その書いてある文章とか内容で判断していくことになります。確率的に今までは地元の人だからとかっていうことで選ばれる選ばれないっていうのが出てきたのが、今全国区になりますので、その段において、その文章できちんと教室の特徴とか良さが表現されているかどうかっていうのも、選ぶ側の方としてのポイントになってきちゃう世の中に入ってきてしまったんですね。となると、それをきちんと余すことなく伝わるように伝えられる文章を書いていかなくちゃいけないっていうのが、おそらく今まで教室の先生にとってそこまで重要視されてないというか、重要に思ってても、私文章苦手だしって逃げてきた部分が、いよいよもう目の当たりにフォーカスされてしまう時代に入ってしまったということなんですね。ですから、一つ目の理由が、まずオンライン化が進んだからっていう、こちらが一つの大きな理由になってきているということです。で、二つ目がですね、検索エンジンの精度が上がったっていう、こちらが二つ目の理由になるんですけれども、検索エンジンの精度が上がるっていうのはどういうことかっていうと、例えば皆さん何かをね、教室とかを探すときに、Yahoo とか Google とかで見ていくと思うんですけれども、その時にキーワードって、文章とか、あとはキーワードですね、単語で入れていくんですよ。で、これがまた今すごく入れる側の方もなんかランダムに入れたりとかですね、それをこういう教室がいいですよって表示する側の検索エンジン側Yahoo とか Google がですね、あなたのお探しはこういう教室がいいですよっていうのをお知らせしてくれるんですよね。で、その時にそのお知らせをしてくれるという、その時にですね、
キーワードとかが結局文章の中に入っていれば、その教室としてお知らせをしてくれるわけですよ、探している人に。だから例えば、そうですね、低糖質のパンの教室を探している人とかが、低糖質パン教室とかね、低糖質パン教室とかって探すのか、都内、東京低糖質パン教室とか、まあなんかそういう感じでこうキーワードで探したとするじゃないですか。そうすると、そういうキーワードが入っているコース名とか、入っているタイトルとか、入っているブログとか、入っている内容とかを中心に Google バーと検索をかけていって、この教室どうですかってその人に上位の方で見せていくわけですよね。ということは、その検索として探された時に上位に表示されているとすごく優位じゃないですか。だけれども、じゃあ例えば本当は低糖質のパン教室を持っていて運営しているのに、サイトに1行だけさらっと書いている人と、それはどういう特徴があって、どういう人に向いてて、どんなコンテンツで、どういうレッスンでって細かく書いている人のページがあったとしたら、 Google でなくてもやはりこちらの方がきちんとコンテンツがしっかりしてるからおすすめしようって言って、こっちの教室が上に上がりますよね。で、なので、ある程度文章ボリュームがウェブサイトの中に必要になってきて、しかもその文章がいかにもキーワード対策を狙ったような不自然な文章ではなく、自然な文章の流れで書かれていて、かつ読んだ人が、わ、いいな、この教室行こうと思えるような流れの作り方ってあるんですけど、そういう教室になってないとダメなんですよ。だから流れがきちんとありつつ、検索対策も狙うっていうふうに考えた場合には、非常に、まあ、こう最終的には高度な文章スキルが必要になってくるんですけれども、構文の組み立て方っていうのはあります。その感情を動かす構文の組み立て方っていうのはあるので、それを練習をして何も見ないで書ける状態になっていくっていう、それが結構ね、大事になってきます。ですので、オンライン化をしていくという世の中に合わせて、実はそのアナログ的な文章表現力っていうのも磨いていかないと、写真一枚でもちろん人を引きつけることはできます。だけれども、中身を理解するのは文章の方なんですよね。だから文章があんまり魅力的に書けない人っていうのは、教室がどんなに素敵で、どんなに素晴らしくってもそれが伝わらないということになっていきます。ですので、この状態になってしまったのは、検索エンジンの精度が上がって中身を読み込む力が増えたからということです。で、写真の裏にもちろんキーワードを入れるっていうことはできるんですよ。できるんだけれども、内容としてちゃんと分かりやすく、この人にこの教室はおすすめだっていうのをわざわざ順番で並び替えて出してくれますからね、 Google さんは。そういう意味では本当に AI が賢くなってるっていう状態に合わせた教室集客っていうことを考えると、文字数もそこそこボリュームが必要になるし、破綻のない魅力的な文章を書く、そしてその中には検索されるであろうキーワードを埋め込んで文章を作っていくっていう、そういう技が必要になってきますので、だから文章力が必須になるっていうふうに申し上げております。で、3つ目ですね。3つ目は、まあ、これがむしろ私だったらここに勝機を見出すタイプの人なんですが、教室の先生っていうのは文章を書くのが苦手な人が多いからです。ん？はてなって思うかもしれませんけどね。苦手な人が多いんですよ。だから苦手な人が多いって分かってる中で、自分が先んじて得意になれば有利になりませんかっていう話です。だから皆さんがやらないからやるみたいな。皆さんが苦手だから得意になろうみたいな、そんな感じです。まあ、幸いにして私の場合にはもともと文章を書くのがそんなに苦手ではなかったし、というかむしろ好きな方だったので、ブログをね、さすがにでも一番開業当初ですね、ほぼ毎日
1000文字ぐらいのブログできれば1日3回上げてくれっていう話を、ブログ集客コンサルタントから言われた時にはさすがに3000文字毎日かみたいな、しかも朝昼晩書いてみたいなこと言われた時にはうーんとか思いましたけれども、今文章量もそこそこ必要になってきちゃっているし、頻度よりもコンテンツとか内容がどっちかっていうと大事になってきているので、それをきちんと行っていけるっていう体制作りをしていく必要があります。で、それをするとずっとトライをしてこなかった、チャレンジをしてこなかった、苦手ですっていう先生はそのまんま苦手なままで、でも上に上がろうと思えば頑張って文章を学んで上に頭1個出ると見つけてもらいやすくなります。ここでみんな苦手ダメですって言ってなかなか探されないっていうとこから1個頭が出ると、この頭が出てるだけこっちから見た時に見つけられやすいですよね。だから私はいつもそうなんですけど、みんながやらないよね、でもそうやると見つけやすい、見つけてもらいやすいよねっていうことは大体やってます。動画を始めたのも相当昔です。いわゆるYouTube がそんなに流行る前から動画制作とかもやっていたのは、教室の先生はまず動画なんてやらないっていう人種だって知ってたからです。で、ウェブサイト作りも最初からある程度いいデザインのいい形のもの、売れるデザインって呼ばれるのを学んで、開業当時からホームページ作ってそれをベースに集客してたんですけど、それも、教室の先生っていうのは当時ホームページを持ってる人が少なくてですね、ブログで集客をしてるっていう人がほとんどだったので、私はブログとホームページと2本立てで集客をするっていう形で決めたので、結構ブログたくさん書きました。途中からは YouTube が入ってきたので YouTube もたくさん上げています。なので人がまだたくさんやっていないうちにやるとイニシアチブが取れるので、少ない努力で、見つけてもらいやすい状態を作ります。で、今後じゃあどうなっていくかっていうと、ますますオンライン化が進むと、ますますそういう文章とかキーワードベースでページを拾ってもらったりとか、あとは伝わる気持ちとか思いとかを文章に託すっていう形でのページの方が、読む方が読んだら、あ、ここ行こうかなって思う。だからトップページとかが特にページの顔になるページなんですけど、あまりにも文章がなくて、なんかタイトルといきなり写真だけでボンってなるとですね、スマホ対策上も非常によろしくない感じなので、もう文章全体の書き方と考え方とマーケティングっていうそういう集客のルートから考えても、文章力はどのみち必須になっていくということになっているのが、これが3つの理由です。まとめると、1つ目がオンライン化が進んだから、ウェブが入り口なんでウェブで見つけてもらわなきゃいけない。2つ目は検索エンジンの精度が上がったから、コンテンツとキーワードをエンジンがちゃんと見て、会った人にちゃんとそれを提示するから。で、3つ目は教室の先生は文章が苦手だから、だからやるんです。自分も苦手でも、苦手の中でも少し頭が出れば見てもらえるようになるから、はい。で、コツコツ地味にやるとですね、ちゃんと読んでくれてる人は読んでくれていて、ある時突然あなたの目の前に現れます。お客様がずっと見てました、ずっと読んでました。そういう意味ではメルマガがやっぱり私的には最強かなっていうふうには思ってますけどね。関係性がメルマガと LINE だと、メルマガ読者の方が関係性が濃いイメージがあります。はい。ですのでブログと YouTube はかなり前からコツコツとね、地味にやってほしいというお話をずっと伝えていて、その時に取り掛かってくださった方は今財産ができているので、新しく自分ですごく汗だくになって頑張って集客をしなくても、昔の財産で集客できている方も結構多いです。私のクライアントさんはその時に頑張ったからなんですけどね。はい。今から参入の人はそれでもまだ業界的には文章苦手、ブログ苦手っていう先生がまあ多いので、まだ間に合うっていう感じです。はい。それはまず時代が変わったから、好きとか嫌いとか言ってる場合でどうにかならないっていう感じになっているっていうことを理解して、
文章をねしっかり書いていくっていう体制を作っていっていただければというふうに思います。はい、それではまとめます。今後教室集客には文章力が必須になる3つの理由とは、1つ目、オンライン化が進んだのでウェブで見つけてもらいやすくするために文章キーワードが必要になる。2つ目、検索エンジンの精度が上がったのでコンテンツの種類キーワードから、探している人にとって最適な教室になっているようなページを上位の方から表示していくということは、見つけやすくなっているということで集客がしやすくなってきます。3つ目、教室の先生は文章が苦手だから、皆さんが苦手な中に得意になればうんと頭が飛び出てすごく見つけてもらいやすくなります。みんなが得意になっちゃった後に追いかけていくときには人の2倍から3倍の努力が必要になりますので、集客の鉄則は楽に勝てるところで楽に勝つっていうのが鉄則なので、はい、まだ皆さんが苦手だって思ってるうちがチャンスだと思って、苦手な方はこの機会にトライしてみていただければというふうに思っております。それでは。